わ。はい、2022年11月の8日火曜日。これね、みんな赤トンボ、すごい数が。今日は向こうが海なんですけども、海側からね、南風ですね、あったかくなってます。そしてここでみなちゃんが盛大に水浴び始めた。雨で水浴びお外でできなかったので、もうすっごい水がすごい飛んでくる。ちょっとママちゃんこっち、そこ暗いからこっちに来てもらおうか。はいよ、どうぞ。ちょっと離れてズームで、すごい水飛んでくるからね。毎年このぐらいの季節になると赤トンボの大群が見られる日があるんだよね。わーっと飛んできてすぐいなくなっちゃうんだけど、なんともね、なんか幻想的な感じ。もうたくさんの赤トンボが、今日は満月で皆既月食、晴れてるから見れそうだね。のの、おもちゃんは関係ないけど、もうすごい水浴び。なな、うへー、わわわわ、すごいすごい、わわすごい水飛んできた。結構離れてズームで撮ってるんだけど、ノナすごいね。そうやって、おお、もうプルプルってしたらね、ほとんど乾いちゃうんだよね。うわー、すごい。鳥さんはですね、水浴びは水で、寒くなってくるとね、冷たい水かわいそうって言ってぬるい眉とかにする人がいるんですけど、絶対ダメです。水にしてください。うわー、すごいすごい。羽をね、守るための大切な油とか、あと鳥さんの皮膚っていうのが人間みたいに皮脂腺っていうのがないんですよね。人間はね、汗腺と皮脂腺っていうのがあって、汗腺から水分、皮脂腺から油分が出て、まあ、その水分と油分が肌の表面で混じり合って天然のねクリームで肌が守られてるんですけども、それがなくなるとカサカサになってね、皮膚もひび割れてきたりってなりますが、鳥さんたちの場合はこの羽でね覆われていますので、その皮膚を守るのが羽の役割なので、ですので皮脂腺っていうのがないんですね。なのでぬるま湯とか、まあ、当然お湯はダメですけども、温度が高めの水で水浴びしてしまうとカサカサになっちゃうんですね。そしてこうやって自分でパシャパシャやって、で羽繕いして余計な水分を弾きつつ、皮脂腺からくちばしにね油を取って、その油を羽にスリスリしてキレキレしてますので、なのでドライヤーとかね、そういったもので乾かす必要はありません。これ自分でねキレキレしてますので。でクーちゃんとかラビちゃんみたいに足に障害がある子は
行き届かないんですね。口場所が届かない部分がありますので、そういう部分がいつまでも乾かないと良くないのでね、羽がずっと濡れてる状態だと傷んでしまうので、なので部分的にドライヤーでさーっと乾かすっていうことはありますが、基本ですね、障害がなく自分でこうやって全身キレキレできる、くちばしがね全身に届く子はドライヤー使わずに自分で羽繕いでキレキレしますので、ドライヤーは必要ないです。もうモコモコだもんね。ちなみに水って言ってるのに、それでもなんか冬の蛇口から出てくる水があまりに冷たいので、ちょっとぬるくとかぬるま湯とかね、そういう風にしてしまう人がね、これだけ言っていてもいるんですよね。でもそれ人間の感覚で冷たいのはっていう、それ人間基準なんでね。あと人間のお風呂みたいに長く使ってね、体の疲れを取ろうとかっていう入浴とは全く違うものですので、さーっとねパシャパシャっとして汚れを落としているだけで十分なので、人間の入浴のように肩までしっかり使って長く使って体の疲れを取ろうねっていう入浴と、鳥さんの水浴びは全く違うものなので、そこは混同しないようにしていただきたいなと思います。さっと吐いてね、今のののみたいにもう水が半分に減りましたけども、バシャバシャっとやって汚れを落として、あとは自分でくちばしで綺麗にね羽繕い、この工程が鳥さんにとって大切なことなので、余計なことをしない、ぬるま湯にしない。でこれぬるま湯っていうと、水が何度までとかぬるま湯が何度までとかっていうことで、水って言っててもぬるま湯も水っていう人もいるので、これ本当水ってお願いしたいですね。ねえののちゃん、もうほぼ乾きましたね。でこれで日光浴を楽しんで、でまた水浴びしたりするので、これ水はいっぱいにしておきます。どうの、ああやってね、きれいきれいしてますね、自分のくちばしでね。あ、まだやるんですか。でも水減っちゃったね。お水足しとくね。これ水温何度っていうのはちょっと詳しく別でやろうかな。水浴びに関してはね、結構かわいそうなことしてしまってる人が多いようなので、ちょっと水浴びに関しては、まあ、ちょいちょい情報は出してるんですけども、はっきりと言わないとね、なんか拡大解釈する人がいるので、まあ常温、室温と同じぐらいまでならとかって言うと、じゃあぬるま湯でいいんだって、なんかどうしてそういう発想になってしまうのか謎なんですけど、まあ普通室温って快適なのが22とか20、真夏のものすごい暑い時でも30度とかなので、30度の室温って相当高いので、まあそれは想定してないと思うんですよね。まあ室温程度って言ったら高くても24、5度とかだと思うんですけども、まあそのぐらいの水実際ね測って体感していただきたいんですが、水ですよ本当に、全然ぬるま湯ではないです、水です。というわけで今日はちょっと赤トンボの大群がわーっと来たので、もういなくなっちゃったね。あんなにいっぱい飛んでたのにね、一瞬わーっと来るんだよね。というわけで秋の今日11月8日満月の日に赤
かどんぼの体感が見れたのと、ののちゃんの水浴び、そして水鳥さんの水浴びは水でという話でした。ではでは、またね。温度がね、高めの水温度が高めの水